はい、どうもおはようございます。ボクくんです。メイキングラバーズ体験版パート3、前回の続きからプレイしていきたいと思っております。前回はかけるくんに超絶有料物件のお姉さんがいるからバーで会ってこいと指令を受けて、僕がその気になって来てみたら、先にお姉さんとバーで会った後にちょっと話し込んでみたよというところからなっております。じゃあ早速ね、この続きから。はい、ありがとう。はい、こちらオレンジジュースです。オレンジジュースです。どうも。とりあえず最初の一杯目を頼むと。はい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 。しかしオレンジってもうちょっとマシなもん頼めなかったのか俺。向こうも緊張してる。すっごいため息エロい。はいはいはい。あからさまに人の良さそうなタイプを前にするとこんな風に突然何を喋ったらいいか分からなくなる。今日はお互いに急なお話で大変でしたね。そうなんですよ。え、そのそうですね。とりあえずせっかくですし乾杯しましょう。乾杯。乾杯です。はい。困っている俺を見て気遣ったくれたのか、わざわざ向こうから声をかけてくれる。すいません、ちょっと俺見たまんまですけど今日は緊張してて。私もエロい、なんかエロい。はいはいはい。私も居酒屋にはよく行きますよ。トマト巻きが好きなんです。串で刺してある。ああ、あれ美味しいですよね。ああ、あれ美味しいですよねって全く同じこと言うな、お前。全く会話が続かねえ。早速会話が途切れる。もう嫌だ。このまま土下座して居酒屋に移動した方がマシなんじゃ。確かに困った顔のさ、お姉さんいいですね。まあならもうちょっと大学生がジョッキで騒いでいるとかの方が俺には合うと。僕くんジャンキー、この席エアコン寒くないですか。はい、平気です。そりゃそうだよな。はいはい。無理やり頼まれてきたと。すみません、ちょっと席を外しますね。電話を一本。どうぞどうぞ、気になさらずにと。そのままトイレへまっすぐ向かう。お姉さん仕事の電話か。そういえば名前もまだ聞いてなかった。帰ってきたら、戻ってきたらちゃんと自己紹介しようと。そうだよな、お互いの名前まだ知らないもんな。はいはい。かけるくんから今電話が来て、すでに着信履歴が3件。なんだなんだなんだ。その、本当にすまん。ほう。お前今、そこで何分くらい待ってる？実は、お前に紹介するつもりだった相手、今日は来られないって。ん？どういうこと？は？俺は真剣に頼んだつもりだったんだけど、直前までそいつ、俺の冗談だと思ってたらしくて。いきなり会えって言われても今回はごめんって、さっき連絡が。何？速攻で電話を切る。あの困ったお姉さんは。どちら様ですか？お姉さんもでしたか。俺が聞きたいんですけど。本当にびっくりした。こんなことって実際あるのね。このカットいいですね。はい、すいません。お、来ました。恋愛に慣れていないよ。気象予報士成瀬咲。私さっきの電話で一瞬気象天気のお姉さん。じゃあ今あの席にいる人誰って。お、違う、別の予定と会う予定だった。別の相手と会う予定だったらしいお姉さん。互いに人違いっていうか、なんか一周笑って密集回ってめっちゃ笑えると。なるほど、向こうも別の人と会う予定だったのにこっちも人が来れなくて。なるほどね。ありがとう。あ、ちょっとお姉さんっぽくなってきましたね。はい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 。いい意味でももうどうにでもなれって感じだ。またオレンジジュースお願いします。お酒飲まないの？そうなんですよ。うん、居酒屋とかファミレスが中心だから。酒の種類も細かすぎてさっぱりだ。
はいはいはい。それじゃあ別に飲めないわけじゃないのね。そうなんですよ。すみません、ミモザ一ついいかしら。あ、大人ですね。ミモザって何でしょうかね。僕も全くわかりません。そのラフさが今ちょっとかっこいいですね。このちょっと余裕のあるお姉さん感。お待たせしました。どうぞ。口に合わなかったらごめんなさい。そんなことはないです。オレンジジュースがグレードアップしてやがる。どうぞ。あ、いいですわ。オレンジで割ったことないしめっちゃ新鮮。おかわり、速攻でおかわり。もう飲んじゃったの？すいません。ミモザ万歳。ミモザ超うまい。単純バカなので一度ハマるとそれから同じものばかり。家でもできそうだなと。俺の方はドタキャンだけどそっちは大丈夫なんですかと。はい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 。ええ、大丈夫。私も似たようなものだから。そうなんですね。それに私、今日はもともと断るつもりでいたの。それがちょっと強引に話が進んで、だったら実際に会ってはっきりお断りしようと思って。そうなんですね。ふむふむ。詳しい事情を、うん、さっぱりですよね。ですよね。とりあえず今夜ここで俺じゃない男を振るつもりだったと。なるほど、うん、違うの。ん？カンプなきまでに振るつもりだった。あっちゃー、鬼カンと。相手のことそんなに嫌いなんだ。え？あ、誤解しないでちょうだい。嫌いなんじゃなくて興味ないだけなの。一番悲しいパターン。やっぱ鬼だ。しかもちょっと天然入ってるっぽい。はい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 。連絡取ってさ、緊張しながらもなるべく慣れないように努力してこんな店まで指定して。普通にへこむよ。店を指定したのは私なの。ほう。向こうの予約したお店だと相手のペースに乗せられて断りにくい空気作られちゃうでしょ。ふんふん。そこまで嫌いなって言ってどんなやつだよ。なんかもうそっちに興味移りそうだよ俺。質問。個人的にめっちゃお姉さんの恋愛遍歴が気になるんだけど。高校からでいいよ。すげえ気になりますね。確かに私女子校だったから。これはいけない。いやー、それはいけない。大学も女子大。あちゃ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 。女子大でも出会いならいくらでもあるでしょ。バイト先でもいいし。ないのか。まさかこのお姉さんこんな有料物件なくせして何も経験がないだと。これは僕くんもうまたアコちゃんと誰だっけ、あの北王子カレンちゃんから乗り換えるしかなくなってきましたね。ちょっとサキちゃんの方に。サキ、サキお姉さん。え？誰とも付き合ったことなくて。なんだって。エロい、なんかエロい。マジで。ごめんなさい、人間失格よね。そんなことない。僕のために生まれてきてくれてありがとうと言わざるを得ない。声はかけられるけどそれでついていったりはしないから。何？でもダメよね。そこで一度くらいついていかなくちゃ恋愛なんてできないのかもしれないもの。いや、今までよく降ってきてくれた俺のためにな。そうつぶやいてちょっと寂しげに笑う目の前のお姉さん。俺からするとこれはかなり衝撃的だ。高嶺の花より愛嬌のいいそこそこの女性が、女性こそモテるとこの間深夜のバラエティで見た。なんとなくわかる気がする。本物の美人相手だと男の方が勝手におじけづいて近寄らない。わかる、すごくわかる。はい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 。俺に、現に俺も勝手にこのお姉さんは恋愛経験が負だとそう決めつけていたわけだし。それじゃあもう一杯くらい飲んだら解散にしましょうか。そんな連絡先まで教えて。このまま口に付き合わせちゃうのも気の毒だし、私明日も仕事があるから。なら近くのホテル。お姉さん、ミモザ行こう。ミモザ最後に一杯ずつ。え、私も。すみません、さっきのオレンジジュースの上位互換2つ。シュワシュワの、シュワシュワですね。カジュマちゃんのシュワシュワですね。オレンジジュースの上位互換ってあれも一応お酒よ。
俺はナンパなんかについていかなくてもきっといい彼氏が見つかると思う。そう、この僕とかどう？だから頑張って。え、ありがとう。うふ。その後は勢いでシーフードミニピザと野菜スティックを頼んだ我々。はいはいはい。あ、今日はここでお別れなんですね。何も貼ってないんですか？あっちゃー、あっちゃっちゃー。場面が切り替わりまして。朝になっちゃった。次の日かな？はぁ？お前それで何もせずに帰ってきたの？本当だよな、はぁ案件だよな。バカか、飯食うだけで終わりかよ。連絡先は？次に会う約束は？そういうこと。俺はそれを期待していたんだが。愚かだ、お前はやっぱり生まれておぎゃーした瞬間から愚かすぎる。失礼な、そこまでおぎゃー。普通連絡先くらい聞くだろう。しかもその相手フリーだったんだろう。確かに本人は恋愛経験はゼロとのことだ。なんてもったいない。しかも年上ってお前みたいな恋愛初心者には超優良物件じゃねえか。もうまあ初めて行った場合にいきなり美人と知り合うとか、お前今時どんなベタなクソドラマだって。うん、俺はまだこの目で確認していないからな。本当にその相手美人だったのか。何って疑うのか。うん、めっちゃお前実は壮大な嘘ついてんだろ。実はブスでいきなり解散は気まずいから適当に飯食って帰ってきた線はないのか。少なくともかけるお前の紹介してきた女にまだ間違いは誰一人いないぞ。なんか隙がめちゃくちゃありそうで、でもわかんない、よくわかんない感じのふわっとした人だったけど、天気予報士ですもん。天気お姉さんですよ。本当に美人でいきなりいい感じになれたとしたら、まさかお前それつつもたせだったんじゃねえの。だよな。誘われてホテルに直行したらいきなりコワモテのヤクザが入室してくるとか。危なかったぜ。その気でも俺が無理。エリートギャルゲーマー。まあそうか、むしろホテルに連れ込まれたらお前の方が発狂しそうだもん。そんな、俺は期待していたのに。リアルの僕くんは中でも期待していたのに。でもそうなると俺の方がナンパしてるみたいでちょっと気が引けた。いやでもあの出会い方はセーフ。はいはい、運命を感じるパターン。まあいいや、ダメ元で聞くけど写真は？写真は撮ってねえのかよ。使えねえな僕が。まあいいんじゃねえの、たまにはそういう一夜限りのイベントがあっても。ま、期間限定の楽しい単発イベントってことで。これフラグですね。単発イベントとか言うんで、もう次会うことが確定しちゃいました。はい、結婚おめでとう。ほらな、ほらなるせさきさん。それでは本日の気象予報をお伝えします。本日は南西からの風がやや強く、午前中特に沿岸部では。なあ、醤油どこある？うるさい、かける。お昼頃には若干ばらつくところもありますが、やっぱお天気お姉さんやってたわ。晴れ間が覗きそうです。本日の降水確率は、降水確率はめちゃめちゃ気になる。この人綺麗だよ。最近俺夜勤多いから家帰るとずっとこのチャンネルつけてんだよ。お花火ですね。皆さんチェックしてくださいね。お花火ですよ。何が？だから昨日バーで会った人。嘘つくなしね。辛辣。それがマジなんだな。なんか涙出てきた。嘘だろう。嘘だと言ってくる。マジで死ね。ボケ。どうする。クソボロに言ってやがる。でも俺の方がもっと混乱してる。お前いつも言ってんだろ。何しょうもないところでいつも運使ってんだ。俺が聞きて意味わかんねえ。なんでお天気お姉さんがあんなバーで一人ため息ついてんだよ。それお前大人の女だからだろ。カラオケでカンパリオレンジ飲んで調子こいてるクソ女とは次元が違えんだよ。名探こ言ってやがるな。男二人テレビの前でギャーギャー暴れまくる。しかも午後降水確率 40%。 もう嫌だ、布団も干せない。これは重大だ。持たせてリスクありすぎるからな。ということはお前多分当たりだぜ。これやっちまったな。当たりってなんだよそれ。綺麗なのは見てわかるけどよ。何でもいいこと言ってんだボケ。女子アナだぞ女子アナ。しかも美人で彼氏いなくてバーでため息ついてる女だぞ。これはもう案件ですわ。よし俺に任せろ。
俺の異常なまでの地域密着型人脈網で今すぐこの鳴瀬お姉さんとお前との間に接点を。ありがとうかける、お前は一生の友達じゃ。俺様の友情パワー舐めんな。ありがとう。新高尾がテレビに映って一瞬胸が踊る。それは事実だ。でも今この瞬間なんとなく分かってしまった。美人で恋愛経験ゼロってのは俺と同じか、半分は自己責任。でももう半分は男の方がこうして勝手に舞い上がって、あの人が引いてしまったことになるんじゃないだろうか。めっちゃ早口、疲れた。なんだお前、ここに来ておじけづいたのかよ。確かにあそこまで美人でテレビで有名だとね、とてもじゃないけど手出せねえっすわな。もう一度会えるならまた昨日みたいに楽しくいろいろと話したい。ただ相手の職業や経歴に関して会いたいっていうのはうまく説明できないけど違う気がした。なるほど、うまいこと説明できてるじゃないですか。さあ5人のうち3人のヒロインとはもうすでに会ってますね。残り2人のもう1人はあの巨乳の店員さんだしね。はい、お兄ちゃんだよ。お兄ちゃんですが。実家に帰るたびに手土産なんか必要ないが、俺は基本的に昔からこには甘い。かわいいっすもんね。来なさいお兄ちゃん、思ったより早く来てくれたんだね。あごに会いに来たんだよ。うん、プンプンだよ。でも今回はすぐに帰ってきてくれたから許してあげる。めっちゃかわいい。はい、我が家の妹は典型的な花より団子系だ。はいはい、一体いつぶり？最近どうしてたのよ。ちょっといろいろあってな、仕事辞めてプラプラしてる。仕事辞めたのは知ってるけど、ちゃんとしたもの食べてるの？大丈夫ですよ、ちゃんとした出会いもありますよ。ちなみにコーヒーも紅茶もストレート派だと。はいはい、自炊はちゃんとやってるよ。面倒な時はスーパーで直接惣菜買ってくるけど。別に遠くないんだから、たまには食事だけでも家に帰ってきなさい。いいっすよね、帰ってこれる距離に実家があるっていうのは。もうとにかくアコがお兄ちゃん呼べ呼べうるさくて。大好きかよ。意味わかんない、勝手に人のせいにしないでくれる。あ、こういう感じいいっすよね、このなんとも冷たくもないんだけど温かい距離の微妙な距離で見守ってくれてる感じ、エロいわ。仕事よ、今日は夜遅くまで帰ってこないわ。なるほど。でも伝言があるの。なんだ。お前は一体いつになったら女作るんだ。一人で余裕ぶっこいていられるのも20代のうちだけだぞ。胸が痛い。リアル僕くんの方にも心にグサグサ刺さってくるこの言葉。そうです。まあ現実は30代だろうが40代だろうが金持ってるやつの勝ちだけどね。この世の真実でございます。皆さん、これがこの世の真実でございます。全くだ、恐ろしい。暴論に聞こえはしても母ちゃんの意見は間違ってないところが日本の闇だ。全くだ、母ちゃんこの前からずっと真実ばっかり語ってっからな。そうなんだよ、この前なんてね、合コンあの後行ったんじゃないの。そうなんですよ。あんたが驚きすぎ、母めっちゃ驚かれる。まあまあ心境の変化というか、ちょっとアコに葉っぱかけられてさ、結果は微妙だった。知った顔も混ざってたから合コンというより同窓会みたいだった。そうなんですよ。息子は合コンに行っても枯れたまま、娘はいつまでもお兄ちゃん離れできない変態。素晴らしい。ちょっと聞こえてるんだけど。私もお父さんもこのまま孫の顔を拝むことなく50代を終え60代を過ぎ、最後はクソみたいな NPO が経営する老人ホームにぶち込まれて、そのまま職員に暴力を振るわれ死んでいくのね。やけにリアルなんだか。恋人がいないだけでそこまで未来を悲観的に捉えられても。ひどい話だ、相変わらずだな。笑い事じゃないわよ、いつでもニューベビーが生まれてもいいように。ちょっと待って、でも今50代どうこう言ってるってことは、母まだ40代、僕20代で結構若くないですか。すでに繊細な新生児の肌を守るおむつも、無駄に栄養価が高そうな離乳食も常備してあるのに。準備いいな、おい気が早すぎだろ。つうか食品はマジでやめろ、誰が食うんだ。
お得用で100万入りだからね。どんだけ用意してんだよ。あんたらの孫が早く生まれないと、このおむつはお父さんの介護用にクラスチェンジしちゃうわ。間違いねえ。それサイズ合わないだろう。結構俺たちの孫じゃなくてあんたらの孫だからな。他にはなんかこう劇的な出会いとかなかったの？風俗行ったら同級生でしたとか。デリヘル呼んだらキーミが来たやつだ。それ俺の初の彼女が風俗場でもいいってこと？そうよ。今あんたに必要なのはとにかく女と付き合うこと。全くもって正論で何も言い返せねえ。お父さんがしつこく言うのはね、年齢を重ねた時いざ本気の恋をしようと思ってもできないからなの。なるほど。恋愛だって勉強なのよ。あんたも本気で好きになった人を前にして失敗ばかりしたくないでしょ。すげえ心に刺さるんだが、僕くんリアルの年齢じゃちょっとやばいかも。お母さんが珍しくまともなこと言ってる。人事じゃないでしょ。あんたも一緒よ。そうだザーコ、俺と一緒に行った。そのまま無駄に説教膨らう俺とアコ。夕飯は俺の好きなお好み焼きにするという話になり、久しぶりに大はしゃぎしたのでした。さあ夕方になり家を出るところかな。また近いうちに来るよと。はいはいはい、そうですね、次帰るときはこっちから連絡すると。愚痴なら負けとはゆっくり聞いてやるから。あのさお兄ちゃん。なんだい。お昼にそのお母さん言ってたけど、うん、恋愛も勉強だって、あれは本当にその通りだと思うの。はいはいはい。私も彼氏いないからあんまり偉そうなことは言えないけど、あこう永遠にそのままで言っててくれ。とにかく頑張れだろ。お前にまでプレッシャーかけられたならさすがにこの俺も夏はいろいろ頑張ってみると。お兄ちゃんが前向きにそう思ってるなら私も安心する。そんなちょっと悲しい。それじゃおやすみなさい。おやすみ。大好きだよ。うん、ごめんなさい、今のはキモかったっすね。てか元からキモかったっすね。すいません。ふぅ、はい、相手がいないと始まらない。そりゃそうだな。こうなったら俺も主義主張を大きく変えて人生初のナンパでもした方がまだ可能性はあるような気がする。そういう意味では昨日惜しいことしたな。ほんまやで。でも北王子カレンちゃんと会った次の日にあんな美人と会うのはな、罪深いですよ僕くん。ちょっと駅の方まで行ってみるか。やるかどうかは別にして、やっぱりナンパといったらこの辺は駅か海の方しか思いつかぬと。さあいつも通りの駅前のマーケットをいっぱい通りに行きましたぞ。この時間だと家族連れやサラリーマンの姿が目につく。はいはいはい。どう見ても不倫にしか見えない男女の姿。近い将来自分の嫁さんとここでキスしたいとでも考えている。ピュアだ。なんて純真な願望を抱いているんだ俺は。ピュアすぎる僕くん。そんなんじゃいつまで経っても。はあ、正式に断ってきた。お、まだ1回しか会ってないのに熱心もるクソも問題なかっただろう。どんだけ俺が骨折ったと思ってんだお前。やっぱりまずかったかしら。この声はまさか。ちょっと待って、今の声まずかね。まずかねえけどよ、お前ほんとこれで何人目だよ。一体どんな男なら満足なんだ。そんなこと聞かれてもわからないわよ。第一、毎回いきなり会って決めろだなんてちょっと乱暴すぎない？確かにその通りだ。やっぱりあの昨日のあの人だ。やってもお前同じだろ。あれこれ理由つけて逃げ回ってやっと顔合わせに行ったと思ったらこれだもんよ。お前で肝心の理由を聞かせろよ。今度は何がそんなに不満だったんだ。 IT ベンチャーの若手社長だぞ。年収もルックスも将来性まで完璧だったろ。ベタすぎて引くくらいにな。そういうことだ。ええ、確かに素敵な人だったわ。緊張している私にいろいろ気を使ってくれて、すっげえ色々格好してんだけど。仕事の話よりも会話の中身はすごくプライベートに寄っていたかしら。ちょっと待って、
ああ、なるほどね。肩出しちゃってるよ。それは向こうがお前を気に入ってたからだろう。大した興味もねえ女にあれこれ喋るわけねえからな。マジで子守なんてワンピラだ。早くなんとかしねえとお前の親父に殺される。どういう関係なんですかね、このおっさんは。父の言うことは無視していただいて結構です。恋愛くらい自分でできますので。そうなのか。のでのねのねのね。おいおい、何の冗談だお前。男とまともにテスラ繋いだことねえくせに何意気がってんだ。おっさん勢いいいっすね。そういう話はな、俺や親父さんの目の届かないところで一度でも男と食事してから言え。おっと、それなら そのままホテルにでも直行したら俺が後で涙ながらに全力で赤飯炊いてやるよ。とんでもねえセキハラおっさんだ。それくらい私だってします。へえ、いつ誰と。ここにいる僕くんです。とか言ってさすがにこの空気じゃ割って入れない。相手のことは言えないわ。でも昨日食事はしました。おお、ちゃんと認めてくれてはいるっぽいですね。はいはい、そうかよ。またお得意のペラペラな嘘か。まあ、当分の間好きにしてくれ。そんな調子じゃお前絶対に結婚なんて無理だからな。ふわ、どういう関係なんですかね、あのおっさん。こんばんみ。すいません、偶然そこに座ってぼーっとしてたもんで。 あなたはそう、昨日のどちら様でしょう。おっと、さらりと。絶対わざとだ。俺だよ俺。もみだ、みもだ、みもだ。すいません。冗談よ、もちろん覚えてるわ。かわいいな、おい。まさか今の話全部聞いてた。盗み聞きするつもりはなかったんですけど、しっかりバッチリ聞いてました。ぶっちゃけ好奇心に負けて全部聞いてしまいました。すいません。あなたって本当にそういうところ正直なのね。ぷふふ。いや、だってこんなことで嘘ついてもしょうがないし。あの人誰なのに、いろいろ言い合ってたあの怪しいおっさん。難しいのよね。私の上司みたいなものかしら。はい、皆さん、今回はここまでにしようかなと思っておるんですけど、いきなりなんですけどね、ここでこのお天気お姉さんのさきちゃんの、さっき言い争ってたおっさんが私の上司みたいなもんとか言ってるけど、どういう関係なのか、あのおっさんの正体が気になるところで今回は終わろうと思っております。まあどうでもいいんだけどね。じゃあ次回パート4をこの続きからやっていきたいと思います。以上、僕くんでした。またねー。